この草原の彼方で、テイルズ・オブ・プリンセス・テルテエピソード3。大昔、戦乱で国を追われた武士の一族が、長い旅の末にようやくふるさと相模の国に帰ってきました。その一族は周りの集落の村人たちとは付き合うことなく、ひっそりと暮らし始めました。また村人たちもそんな新参者の一族を盗賊の集まりだとして住人と認めず、相手にもしませんでした。その一族の多さには男の子が3人、女の子が1人の子供がいました。特に一族のみんなから可愛がられていた女の子はとても元気で、川や原っぱを駆け回るほどのおてんばでした。名前をテルテと言います。ある日、そんなテルテを心配したお母さんが、近くのお寺にいるとても偉いお坊様にテルテにお勉強を教えてくださるようにお願いしました。お坊様は村人たちの秘密でテルテの勉強を引き受けました。お坊様は好奇心旺盛なテルテに感心して、とても熱心に勉強を教えましたが、心配なことが一つありました。これテルテや、いつも言っておるが、いつになったらその着物を変えてくれるのかのう。村の子供たちに見つかったら大変なこととなるぞ。そんなお坊様の言葉も気にせず、父上様からいただいたものです、見つかっても兄上たちと逃げるのみ、お坊様は心配めさるな、とテルテはいつも笑って帰っていくのでした。お坊様はそんなテルテの後ろ姿を心配そうに見送るのでした。しかし、もう村の子供たちの間では変わった着物を着て寺に来る女の子たちの噂が流れておりました。ある日、村のガキ大将がその噂を聞き、子分の子供たちを率いて寺へ向かいました。寺では男の子3人が縁側で座っている奥の部屋に、変わった着物の女の子とお坊様が向き合って勉強している様子が見えました。よし、やつらが出てきたら山門のところでやっつけてしまおう。みんなはうなずき、ガキ大将たちは隠れて待ちました。お前たち新入り者がここに来るな。勉強を終えて寺を出たところ、ガキ大将たちが両手を広げてテルテたちを止めました。お前ら盗賊の子供だな、やっつけてやるぞ。その変な着物盗んできたのか、などテルたち兄弟に喧嘩を売り始めました。テルテの兄たちはテルテを守るべく前に出て、お前たち無礼であろう、それ以上言うとただでは済まさぬぞ、と言うと刀に手をかけました。兄上、手を出したらダメです、やめて。すぐさまテルテが兄たちを止めました。その言葉に兄たちはテルテの手を無理やり引いて馬のいるところまで走ろうとしましたが、ガキ大将たちに行く手を阻まれ負けてしまいました。この盗賊、もう二度とうちの村に来るな、今度来たらこれじゃ済ませないぞ。ボロボロになった兄弟たちは馬に乗り、方法の手で逃げ出しました。ガキ大将たちは逃げていくテルテたちの後ろ姿を見て笑いました。まあまあ、何です、若様方、そのなりは。まあ姫様まで。うるさいな、刀さえ使えたらこんな怪我などしなかったよ。家に着いた兄たちは馬に手当てをしてもらいながら口々に不満を言いました。あの百姓の小せがれども、こちらが手を出さぬのをよいことに、おなごのテルテにまで乱暴を。まして我らを盗賊だなどと、無礼にも程がある。そして寺には当分行くのをやめようと決めてしまいました。でもテルテはガキ大将たちの言葉が気になって仕方がなかったのです。どうして私たちが村に行くのを嫌がるのだろう。どうして私たちを盗賊というのかしら。祖父からいただいた笛の音は、そんなテルテの思いに何かを答えているようでした。次の日、
テルテは一人で勉強しに行きました。寺に入る前にガキ大将たちに見つかりましたが、テルテは怪我をした顔をガキ大将に向けて平然と寺の入り口に向かいました。おいお前、私の名はテルテ、何か用かしら。昨日言ったはずだ、盗賊は二度と来るな。私は盗賊ではないわ。お前らが畑を荒らして家畜を盗むぬすっとの一味だろ。私たちの食べ物は自分たちで作っているし、畑だって家畜だって盗んだものではないわ。その話本当か。話しているうち、次第にガキ大将たちとテルテはお互いを理解していくようになってきました。お互いの集落のこと、村では畑を荒らしていく盗賊の集団がいること、それがテルテの一族の仕業だと思われていたこと、テルテの集落では馬や武具が盗まれている話をしました。テルテはガキ大将たちに案内され村の畑へと行きました。盗賊の集団に荒らされた畑ではまだ育っていない苗のところに散っていました。テルテは畑に走り寄り、踏み荒らされた野菜の苗を一つ一つ泥だらけになりながら埋め直しました。ひどいことを、これから育っていく大切な苗なのに。その姿を見てガキ大将たちも一緒に手伝いました。テルテとガキ大将たちはお互いの集落の事件を何とかしようと考え、それぞれの集落の子供たちを集めて話し合いました。でもなあ、オラたちは百姓だから命あってのものだねだ。お前たちはいつまでも人に頼って生きるのか。テルテだって俺たちのために戦ってくれると言っているんだぞ。たとえ大人たちが信じ合わなくても、私たち子供だけでも盗賊をやっつけよう。テルテは内緒で持ち出してお父さんの耳を取り、みんなに説得しました。テルテの言葉で子供たちが立ち上がりました。そしてお互いの集落の大人たちに盗賊をやっつけようと話をすることにしました。テルテの集落の大人たちは皆武士であり、武術の心得がありました。テルテのお父さんに手伝ってもらって盗賊をやっつけようと話をしてみましたが、テルテのお父さんは自分たちは周りに目立つような戦はしたくないと考えていました。私たちが戦わないで誰が村の人を助けることができるのですか。一方ガキ大将たちも村で説得しましたが、オラたちは百姓なんだから戦なんかできねえと誰一人取り合ってくれませんでした。そして村の集落の畑にまた盗賊が現れました。いつものように一方的に村のものを盗んだり壊したりとやりたい放題のところに、テルテたち子供たちが戦いを始めました。テルテは盗賊の攻撃を止めるべく矢を射続けました。帰れ、お前たち盗賊を私は許さない。こしゃくな、あそこで矢を射る女子をやれ。盗賊たちは矢を射るテルテを狙って攻撃してきました。テルテが危ない。子供たちみんながテルテを守りに行こうとした時です。待て盗賊ども、お前たちの相手は我らぞ。それ、皆の者、かかれい。テルテのお父さんたち一族が武士の姿で助けに入りました。しかし盗賊たちの意外な抵抗でテルテのお父さんが危機に陥ってしまいました。危ねえお侍様、オラたちも戦うぞ。その様子を見ていたガキ大将の村の大人たちも立ち上がり、テルテの一族と協力して盗賊を懲らしめ、ついに盗賊の頭領を捕まえることができました。盗賊を捕まえたテルテの集落の人たちとガキ大将の村の人たちはこのことをきっかけにいろいろなことを協力し合いました。やがて周りの他の村々もこの村と一緒に一つの大きな村となり、豊かで安全な暮らしをすることができるようになりました。時が経ち、この地を治めている豪族がこの村の評判の話を聞いてテルテのお父さんを呼び寄せました。そしてその土地の代官に任命しました。
テルテの集落の人たちと昔からここに住む村人たちはその後いつまでも仲良く幸せに暮らしました。この後成長したテルテ姫はみんなが知っている通りオグリハンガンと出会い悲劇の恋に落ちることとなるのです。